やあ、刹那圭介だよ。前回のパートからタメ撮りで、このおまけやべ、おめ、うん。おま、おま、も、も、も、おま。うん。資源の城のおまけ部屋をやっていきまーす。あ、この人誰ちょっとこの人誰。お疲れさん。俺とのイベントを進めていると、推理パートの犯人候補に俺が出るよ。俺を犯人だと推理を進めると、少し重要なヒントを教えて推理パートに戻るぜ。俺はあいつだって可愛いこの目方だ。警戒するなよ。このゲーム、寄り道要素としてメモリアルがある。もし、最後の一つになったら、店にいる方の俺に話しかけてくれ。まあ、俺のことをあまり知らない子猫ちゃんはこれ以上話すことはないぜ。知りません。誰この人。不審者？ね？うん。中田がこれにしましょう。あ、おっちゃん、なんでお前こっち見つめてんだよ。ただのモブキャラが。物語に関わっていくことない、どうでもいいようなキャラクターが私のことを見てんじゃないよ。我主人公ぞ。そんな目で見てんじゃねえよ。かき氷屋のおっちゃん、ちょっと疑って悪かったね。クリア、おめでとう。今日は俺のおごりだ。何でも食っていいぞ。開発当初は、祭り屋台の全部のお店でアイテムを購入できて、キャラにあげたりして好感度が増える予定だったんだ。その好感度でエンディングを分岐させるはずだったんだが、フラグ管理が大変だったんでボツになったのさ。そこで終わればよかったんだが、俺が推理パートで犯人候補になるようなイベントが作られてよ。真面目にやってるこっちとしてはすごい迷惑な話だ。かき氷屋の親父には悪い奴はいねえ。俺を犯人だと思って推理を進めるとゲームオーバーにならないけどヒントもなしだ。ネタキラー枠だから本気で犯人だと思った人はいないだろうな。まあそうですよ。ネタだろうなと思っておきながら俺は飛び込んだ。うん。さすがにこいつをネタと思わん人はおらんよな。うん。高梨さん、あざした。あなたのご恩は一生忘れません。日和、制服バージョンです。回想シーンのやりとりであった私に、事故に遭えばと言って逆に事故に遭ったクラスメイトの話。私は何もしてないわ。事故はたまたまタイミングが悪かっただけ。私は謎が多く、何か隠し事をしていたような怪しいキャラの設定だったから犠牲になった子、気の毒ね。私の悪い噂はうるさい連中を退けるのには効果があったから、少し嬉しかったんだけど、長い学校生活、ずっと一人なのも退屈でって何退屈で寂しいものだったわ。うん、そうなの。友達作ればいいやん。なんなん、オカルト研究会的なやつに入りたがるような、そういうゴス的な友達おらんかったん。なんつかあれですね。ルイは友を呼ぶって言うんですけどね。いないか。だま。この子誰？黒髪の女です。なぜ黒髪なのか。理由は一つは、金髪だと目立ちすぎるために闇に立て込める黒を選んでいること。うん。いたずらの時に着ていた黒い服は、葉月に会う前に捨てたよ。あの格好だけど、目立ちすぎるからね。二つ目の理由は、高梨日和が疑われるように推測させるくって。疑ってないな、俺。高梨日和は全然疑ってなかったな。牛の時参りって読むんだったかな、これ。をする時って、白い着物を着て、頭にろうそくをつけたりするみたいだけど、私には呪い関係の知識がないから適当だよ。それでも強い呪いが葉月を襲ったんだから無名神社ってすごいね。そうやね、確かに。あれさえなければ何もなかったのにな。うん、次。犯人が私だって1回で分かった？ 2 回目です。私だけが葉月に協力してなかったんだよ。あ、そうなの。そうなの。人狼くんは最初の葉月に力になろうとしてたし。はい、お姉さん先生も写真をくれて危険が迫っている情報をくれた。高梨日和も蝶のことや呪いのことを教えてくれたけど、私は何もしてないよ。遊びに誘ったり、家でじっとしてた方がいいって言ってばっかり邪魔ばっかりしてたよ。あ、本当やな。今考えたらそうやな。このクソ野郎金髪め。クソ野郎金髪。俺をどこ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 邪魔しようって。うん。あ。これ
女子校が怖いで言われた先生やな。あ、お父さんだった。お父さんのこと忘れとったわ。でもあれじゃない、こう見たらなんつうか、女子校の、女子校が、女子校が怖いって言おった先生にもなぜか見えんことない？見えるか？見えるんじゃない？お父さんこんなんだったっけ？お母さんの死因？交通事故だったんだよ。でも犯人は捕まっていないんだ。もしかしたら葉月と同じように誰かに呪いをかけられていたのかもしれないな。葉月のピンチに落ちた雷はお母さんが助けてくれたんじゃないか。なんでそんなことも知ってるかって？それはお父さんだからだ。お父さんなんなん？お父さん、お父さん、お父さん、どんな力が目覚めているの？お父さん。話は変わるけど、この音楽を聴いてくれ。今の音楽はお父さんの部屋のパソコンで遊べるミニゲーム用の音楽だ。そのミニゲームは作るのが面倒って理由でボツになっちまったんだけど、自作曲で気に入ったんだけどな。ノリノリで楽しいだろう。お父さん、年に合わないことはやめた方がいいですよ。どんなにはしゃいでも若くは見えませんよ。はい、お姉さん先生、お姉さん先生、結局バスを教えて、スリーサイズを教えてくれませんでしたね。いくつなんすか？クリア、おめでとう。指原さんならきっとやれと信じてたよ。先生はあまり手伝いをしなかったけど、主人公は笹山さんだからね。実は先生ね、赤髪の判例って読む。そういや、資源の蝶の作者って、資源の蝶の前に一つフリーゲーム作ったんよね。そっちのゲームのキャラなの。ゆりちゃんとのやりとりはそっちで詳しくわかると思うよ。え？話に繋がっとんよ。嘘、これ面白そうやな。やろう、絶対資源の蝶のお前の何やったっけ、モータイトルバスター。世界観的に繋がりがあるから、よかったら遊んでみてね。遊ぶ遊ぶ、これ絶対実況するわ。これは面白そうやもん。回想シーンのみの登場、笹山葉月制服バージョン。地味すぎてモブキャラと変わらないので、学校内を私服で入れるようにしています。私立の学校だから何でもありです。いや、俺県立の学校だったけん私立とかよくわからんのよね。回想シーンのみの登場、水塚美晴制服バージョン。開発当初は人狼と二人のイベントを作り、人狼ラブなイベントを作る予定だったけど、犯人が特定しやすくなるのでボスになりましたとさ。恋と友情で迷うことなく恋を選ぶタイプです。葉月の藁人形と一緒に打ち付けられていた写真で、葉月の顔をマジックペンみたいなので物で塗りつぶしていたのは、葉月の顔を見ながらやるのが辛かったから。一応両親は残っていたのかな。あ、そうなんや。あれ、顔も見たくないって意味でなかったん？ああ、2階にもおる。そうか、そうか。なにこれ。呪いの藁人形をコップに入れた瞬間のドット絵。ゲーム内では一瞬しか見られないレアなドット絵です。一応3パターン作ったけど、多分使われていないね。そうなんや。こんな感じでよったんや。コップ上下させてるね。子供バージョン葉月。公園の滑り台を調べると、回想シーンが流れた時に登場します。あったあった。オープニングで入れたかったけど、長くなるのでやめました。十分長かったよ、あれも。あんなところで回想シーン流れるんかって思ったもん。やっほー、最後まで助けてくれてありがとうね。私は呪いに手を出した時点で、あの巨大な藁人形に心を支配されていたんだよ。こんな姿になってたし。その顔やめ。自分の意思でその顔に変えれるんか、お前は。葉月が、ボラ人形を燃やしたから、私も解放されて、写真も綺麗になったんじゃないかな。あの香水高かったんだよ。別にいいんだけどね。いくら ?5 円香水で炎があんなに燃え上がるかは知らないよ。説明書に火気厳禁って書いてあるし、燃えるんじゃないかな。本編で人狼をなぜ好きになったかは、イベントはなかったけど、理由は、あの筋肉素敵マッチョっていいよね。みはる、
俺はお前のこと可愛いと思ったんだけど、今の発言でちょっと引いたわ。人狼くんに一目惚れして、葉月が一緒に歩いているのを見て、学校で葉月と友達になり、人狼くんに近づいたんだ。ちょっと強引なところもいいよね。好きだったのにな。真っ向勝負しても葉月に勝てないと思ったから呪いの力を手に出したの。勝負する前から私は逃げてたんだね。うん、そうですね。私の力を舐めるなよ、主人公補正やぞ。主人公やぞ、我主人公やぞ。勝てると思ったらお間違いです。はい、次。ホラーゲームに分類できないほど恐怖演出の少ないゲームだったけど、最後まで遊んでくれてありがとう。血の流れないホラーが作りたかったんです。でもホラー少なすぎて、ソフトホラーとかホラーチックゲームってことで本人を出してると思います。この建物のどこかに黒い鍵がいるらしいよ。もう見つけた？え、マジで？あの鍵が今回の作品で一番怖い演出の部分だと思うんだけど、どうかな？まあ、なんつうか、怖くはなかったけど面白かったけん、まあ、いいよね。そうそう、これ、ホラーチックゲームなんよな。ホラー要素はちょっと盛り込んどるけど、ホラーではないよぐらいの。けど、それがなんつうか、入りやすいんじゃないかな。いい感じに、ホラーを収めにしとる。甘さ控えめ的な感じかな。ホラー嫌いな人でもこれはならいけるっていう、ホラー入門にもなるんじゃないかな、なんて。ホラーちゃうけどね。クリアおめでとう。お疲れ様。何か裏のありそうな人物でも、本当は優しい人。そんなキャラ、一の日和です。自分で言っちゃったよ。ツンデレっぽいキャラになる予定だったけど、なりきれてないよね。別にいいのよ。私、不器用だから。私を犯人だと推測すると、バッドエンド確定よ。ヒントっぽいものが出るけどね。もし私が犯人だと思って最初に推理していたなら、作者の罠にはまっているわ。人を見た目だけで判断すると痛い目に遭うわよ。私が図書館で言ったセリフ、目撃情報が全てじゃないのよ。私のエンディングがあるけどノーマルエンドなのよ。え、どういうこと？ハッピーエンドでもいいと思うんだけどな。なんで赤を、なんでちょっとほっぺ赤らめたんですか？ちょっと気になるんですけど。犯人推理のところで、日和のところだけやってみようが。そうしよう。よっ、ベタベタな幼馴染設定の人狼だ。俺とのエンディングがハッピーエンドなのを納得できない人も多いんじゃないかな。そうですよ。もし、結構このフリーゲームしてる人、結構非リア充の人多いんじゃないですかね。爆発しろ。他のキャラクターのエンディングもあるけど、俺のエンディングの後の方がトゥルーエンドにつなぎやすかったんだ。俺に嫌われたミハルはボロボロになって少し気の毒だったけどな。ハズキのことは名前で呼んでたけどね。な、ミハルのことはお前だのあいつとしか呼んでなかったんだぜ。好きなやつと嫌いなやつとの差だな。俺がミハルのことを苦手な理由に香水嫌いからって設定だったんだけど、イベントで香水が嫌いよ表に出しちゃうと犯人バレバレじゃん。そんな時ボツになったのさ。香水の香りよりシャンプーの匂いの方が好きだな。俺を犯人で推理を進めると葉月が死んだ最悪エンドになるぜ。なったなった。突き落とされたんじゃ。これ誰？誰だっけ？バイトする前の人狼だ。 2P カラーとか言うなよ。2P カラー、ちょっと待って、バイトする前の人狼の方がどっちかって言ったら真面目そうなんやけど。ミハルが一目惚れした瞬間のイベントを作る予定でしたが、ボツになりましたとさ。ちょっと待って。こっちの方がちょっと、やんちゃっぽい見た目やん。バイトするんだったら、元の方が良かったんじゃない？こっちの方がなんつうか、おとなしくは見えんけどさ。こっちの方がなんつうか、見た目的な印象はいいような気がするんやけど、わざわざこっちにしたの。人狼俺と同い年なんだぜ。俺そんなことしたくもないと思ってるよ。金髪なんかせ。全然違うね。お助けキャラっぽかったのに、あんまり役に立ってない有利です。そんなことないですし。可愛いしね。不明神社の勘って、
お墓参りのイベントで言ってたおじいさんの設定だったらしいよ。え？あれ？あのおじいさん？もう、パート2あたりでもう忘れとったけどね。おじいさんがかわいそうって理由でボツになったんだけど、神主は不明なまま。呪いビジネスって本当にあるみたいよ。しかも、一部では人気みたいだし。幽霊よりも人間の方が私は怖いわね。開発当初の予定だと、無名神社は全焼予定だったんだけど、マジで。焼け跡のマップ作りが面倒なので、ボツにしたのよ。主人公はホーカマーとか言われそうだしね。今でも十分やばいとかは言わないでね。最後は自分自身で藁人形をやっつけるってことであんな結末になっちゃったけど、良い子を、良い大人を真似しちゃダメ。ほうほう。さて、あとはあれやね。あの黒いエンダーマンもどきがどこかにおるって話を聞いたな。え、どこにおるん？ちょっと。え、おる？ちょっとおる、おるか？エンダーマン。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 あ、おるわ。これおるや。これや。こいつじゃ。見つかっちゃって。僕に赤髪の恩霊ってゲーム、恩霊ってもんこれ。恩霊ってゲームからのゲストキャラだったりします。本当は影だから喋れないんだけどね。やっぱり女の子を追いかけるのは楽しいね。うへへへ。サップイベントで入手できるアイテム、怖い本シリーズは僕と微妙に関連性があるのさ。僕の正体は謎のまま、呪い、幽霊、いろいろあるよね。世界にはまだ科学で解明できないことがたくさんある。僕はその中の一人かもしれないね。またね。キャー怖い、ストーカーよ、ストーカーよ。怖いわ、ストーカーは、ストーカーよ。逃げろ、逃げろ。とかやってる。ああ、楽しかった。まあ、そんなわけで、まあ、家帰ろうか。帰ってもしょうがないと思う。あれ？あ、ここ人狼の家だったわ。え、お兄ちゃんが昨日から嬉しそうなんだ。何かあったんだろう。それはね、私という美人に付き合ったからよ、ボーイ。もしかして家の中おるかな、人狼。ロスかい。僕、ちょっと留守番してるんだったら家の中にいなきゃダメよ。こんなとこで留守番って留守番とは言わないわ。てか、人狼を見に来たんやけどいなかったね。お、増えとる。メモリアルか。というわけで今回はこの辺で。OK。ご視聴ありがとうございました。See you again.